Hi everybody, how are you doing? You already know about that, what I'm going to tell you, right? So, I ask you, how's your study English, right? Because and, I want you to speak English well, because you know, you always been watching my shadowing YouTube video, right? So that's why I want you to understand how to speak English well. So why don't you try the shadow? Why to do shadowing with me? So here we go like this. Are you all right? Okay, here we go. You know my name is Tatsuya. I love you too, Dad. What? はい、これはシャドーイングはね、ジョニーテストってやつですね。早口です。まあもしかすると ネイティブスピーカーのノーマルスピードなのかもしれませんね。まあノーマルスピードですね。普通にあの子供用のアニメですからね。ですけど僕らには早いですよね。で早いのをどうやって聞き取るのかって言ったらもう一つしかありません。同じスピードで話すのが一番手っ取り早いです。同じスピードで話すとだんだんと聞き取ってこれます。だから口が動かないね、口が僕も回らない時もありますけども、同じスピードで話すことによってだんだんと聞き取れるようになる、ま、聞き取ると思いますのでトライしてみてはいかがでしょうか、ね。よく考えれば、その英語圏の子どもたちはこれを10歳ぐらいで普通に聞き取ってますから、ね、僕らも訓練だと思います。で、英語を、ね、話す時にあの必要なのは、聞いて話す、そしてそれを、ね、何て書いてあるのかちゃんと見て、で、まあ、日本語でも意味を理解するですね。でその時に、どうしても、英語の、ね、文法が必要になりますけど、特に、英語の作る時に、まあ、日本人が知らない、前置詞ですね、それを、一つ一つ、細かく、伝えてますんでよかったら最後までご覧ください、ね。でチャンネル登録していただいて一緒に、英語のを作っていきましょう。 So next is your turn. Here we goYou know, I may not say it enough, but I love you, Johnny! I love you too, Dad. That's Monster Dog 4. We're doomed! It's the chipmunks I gave all our food to! What? I mean the chipmunks that took the food from the car. Bad chipmunks!I mean, she's just lonely. I wish there was something we could do. You know, I may not say it enough, but I love you, Johnny. I love you too, Dad. That's Monster Dog 4. We're doomed. It's the chipmunks I gave all our food to. What? I mean, the chipmunks that took the food from the car. Bad chipmunks! I mean, she's just lonely. I wish there was something we could do.I got an idea! Let's hope this works! I think it's working! No, I'm gonna do my best to wipe most of this camping trip from my memory! I'm glad we had a chance to bond, son. Me too, Dad. Actually, Dad, it was a chance for all of us to bond. You're all grounded, by the way. Yeah, we figured. Oh, good. Donnie, can you test? Not good! Ooh, sorry, Psycho Sisters. That was meant to mess up my talking mutt.Ladies! Only test, and revenge will be mine! はい、英語 の、作り方について説明しています。ね、英語 のを作る瞬間的に英文を作るときはどうしても、最初のうちは、
頭の中で文章を作んなくちゃいけないんですけども、それに必要なのが、ね、文章を、具体的に表せることが、必要なんですけども、それを前置詞で行うことが可能です。ね、前置詞を、使うことによって相手に伝わりやすいということですね。前置詞、今回もオン。ね、オンだいぶ、派生してきて、ただくっついてるっていう状態が基本なんですけど、それからその後に、まだもう少し詳しい説明が続いていきます、ね。今回は、くっついてその後それが時間的に続くということも表せるということをお話ししていきたいと思います。では早速文章を見てみましょう、ね。オンはね、その状態が続くっていうことですね。くっついて、時間的にそれが続いているってことですね。文章では It will be on display until August 4th、ね。それは予定ですね。8月4日まで展示されるということは、そこに、ディスプレイされているのがずっと続くということですね。それが期限が、まあ、決まっているということなんですけども、あるいは After 20pm many foods are on sale at half price、ね。20pm ですね、失礼しました、ね。20時以降は、多くの食料品を販売します、半額でってことですね。まあ、スーパーが売れ残りの、ね、商品を、次の日に残したくないんで、生物は、ね、お弁当などは半額にしている時に使われることですね。これも、半額で売られ始めましたってね、そのスタートしている時点から話しています。あるいは We are getting back on track、ね、私たちは順調に行きそうです。計画通りなんですけども、オントラックっていうのは、トラックっていうのは、道筋っていう意味なんですけども、まあ、計画通りに、そのね、道の通りに進んでいますっていうことですね。では早速、イラストで見てみましょう。It will be on display until August 4th、ね。8月4日までずっとこう、ね、接点があってそこまでは、展示がされるということですね。あるいは After 20pm many foods are on sale at half price、ね、20時から半分になります、ね、その価格が売り切れるまではずっと半分ということですね。あるいは We are getting back on track、ね、まあ、仕事で、順調に、ね、予定通りに進んでいますっていうね、そういうことを、こうくっついて動いているっていうことを表しています。はい、次は、シャドーイングについてです。はい、皆さんシャドーイングいかがでしょうか、ね。なかなかこうなんていうんですかね、シャドーイング聞いて話すことができるんですけども、脳の中に理解するっていうところはやっぱり日本語、英語の、あ、すみません、自分が聞いた英語を見て日本語でそれどういう意味なのか、これを見ないと理解はできないです。英語脳の理解っていうところできないですから注意してください。聞いてるだけでできるっていうのはある程度、英語が理解した状態で聞いてるだけでできますけど、最初はそうはいかないです。で、最初にそのじゃあ、英語を理解するっていう時に意外におすすめなのはイラストで覚えるです。イラストでこういうシチュエーションがなってるから、あ、これこういうふうに言うんだなっていうのは分かりますよね。ですから僕が出しているシャドーイングは、著作権の問題があるんで、その音声しかない出してないですけど、いつもこれは何々ですって言ってますから、それの、元々のその映像を見てみてください。で、そうすると、よく分かってくると思います。ね、その映像とセットでシャドーイングするってことが大切なんで、だから何回かこうシャドーイングを聞いて、でこのものを見てみようって言って一回見てみてはいかが、一回っていうかね、その中のシチュエーションはその場面の中で見てくださいね。それ全部こうやってバーンって出すと著作権引っかかって YouTube には載せられないんで、まあ、そこはご自分でなさってください、ね。英語をイメージで覚えることも非常に大切だと思っています。ね、チャンネル登録していただいて、一緒にやって、英語の方ができるまで一緒にやっていけたらと思っています。ただいつも言いますけども、シャドーイングする前には必ず、英語の正しい発音ですね、をこれを覚えないとダメです、ね。で、英語の正しい発音は正直な話はいろんな YouTube の動画で載ってると思いますから、そちらを参考になさっても大丈夫です。ただ早く覚えたかった、英語早く英語の発音を良くしたかったら、プロにお願いすることも一つだと思っています、ね。
英語のを作ってペラペラ英語を喋りたい、ね、これも本当に日本人のほとんどの人が思ってると思いますけど努力次第です、ね、ですので、毎日一緒にやっていって英語を作るまで頑張ってみてはいかがでしょうか、それではまた明日。